1850年にアングル監督の下で制作された工房作のバリアント。サイズはずっと小さく 31.5cm20cm。パリ、ルーブル美術館所蔵。海から上がるヴィーナスあるいはヴィーナスアナディオメネはフランス新古典主義の画家ドミニクアングルが1808年に制作を開始し1848年に完成させた絵画である。 主題は、ギリシア神話の愛と美の女神、アプロディテの誕生であり、タイトルのビーナスはナディオメネは古代ギリシアの画家、アッペレスが制作したとされる絵画に由来している。完成までに40年を要した、本作品は、当時の古典古代芸術に対する理解の一端を、示すと同時に、アングルの傑作、泉の女性像の源泉の一つとみなされている。現在は、フランス北部、 オワーズ県シャンティのコンデ美術館に所蔵されている。また本作品は1850年のバリアントが知られており、パリのルーブル美術館に所蔵されている。ヘシオドスの浸透機によると、クロノスは父である天空神、ウラノスの横暴に苦しめられる母レアを助けるため、ウラノスを虚勢して切断した男性器を海に投げた。するとそこに白い泡が生じ、 その中からアプロディテが誕生した。アプロディテはまず最初にキティラ島を訪れ、そしてさらにキプロス島へと渡った。アプロディテがキプロスの陸に上がると、その足元からは若草が燃え出たとされる。紀元前4世紀頃、古代ギリシアの画家、アペレスは美女として名高い友女、フリネが海で泳ぐのを見て、海から上がるアプロディテの着想を得た。この絵画は、 古代世界で称賛され、ローマ人はアペレスの描いたアプロディテをローマに運んだという。海の泡から誕生したビーナスは海水で重くなった髪を掴んで絞っている。夜明け前の暗がりの中、ビーナスは古典的なコントラポストのポーズで立ち、足元では4人のプットががビーナスの誕生を祝福するかのようにはしゃいでいる。プットのうち1人はィーナスに鏡を向けているが、 ビーナスはそれを見ようとはせず、どこか遠くに視線を向けている。ビーナスの背後では別のプットが矢を放っており、またイルカにまたがったプットははビーナスの足にしがみつき、さらに別のプットははビーナスの足にキスをしている。恥じらいのビーナスと呼ばれるタイプの彫刻の一つ、メディチケのビーナス。アングルの最初の構想はこれに由来すると考えられている。 ラファエロが1511年に制作したフレスコがガラテアの勝利。アングルはこの絵画に影響を受けたと考えられている。背景は平面的でまっすぐな水平線が空と海を2分する極めてシンプルなものとなっている。画面を支配する色彩はほとんど背景の青色と肌色の2色のみであり。 ビーナスの丸みを帯びた柔和な白い肌が背後の青色から浮かび上がって見える。構図は縦のビーナスと横の水平線が交差する形をとる。ビーナスと足元の沸騰たちは縦長の二等辺三角形を作り出しており、また水平線がやや高い位置を通り、ビーナスの正面性と合わせて安定感を生み出し強調する構成となっている。アングルは ヴィーナスのアトリビュートである貝殻を描いておらず、代わりに誕生の際に生じた泡を描くことで、ヴィーナスであることを示している。アングル風と呼ばれる、ヴィーナスの身体表現は、感能的であり、コントラポストが作り出す、体の緩やかな S 字のカーブが、ヴィーナスの感能性を高めている。一方、ヴィーナスの顔つきやぶっ倒は、ラファエロサンチオの強い影響を示している。とりわけ、 プットーは、ローマ、ヴィラ・ファルネジーナのラファイロによるフレスコがガラテアの勝利に描かれているプットーの影響が認められる。本作品の構想は、ローマのフランスアカデミー留学時代まで遡る。1806年にフィレンツェを経て、ローマにやってきたアングルは来ない。ローマやルネサンス期の作品に触れ、本作品の制作を思い立った。モント版のアングル美術館に所蔵されている。 修作素描からは、アングルが構想を練った過程を大まかにたどることができる。1807年の最初期の構想を示すペンによる、素ガきでは、ビーナスは古代ギリシアの彫刻家、プラクシテレスのクニドスのアプロディテに由来する、恥じらいのビーナスと同じポーズをとっている。アングルはおそらくフィレンツェで、メディチケのビーナスやボッティチェッリの傑作、ビーナスの誕生を見たのだろう。 ビーナスは正面を向いて立っているが、恥じらうようにうつむきながら横を向いており、両の手でチブサと下腹部を覆っている。また右足の下には貝殻が描かれており、西風の神、ゼピロスやバラの花を描く糸も見られる。この段階では完成作のビーナスとの共通点は下半身のコントラポストのみである。また水平線も描き込み込まれているが、 完成作よりもずっと低い位置を通っている。別のペン素描では弓と鏡を持つ二人の仏頭が形を成しているが、ビーナスのポーズは未だ完成作とかなり異なっている。ただし、ペンとは別に鉛筆によって両腕を上げたポーズを見ている。さらに黒チョークを使った中作素描では完成作の全身ポーズが登場しているほか、余白の部分を使って、 左手のポーズを繰り返し模索している。しかし1808年に制作を開始したアングルは、この主題を一旦放置している。アングルが制作を再開させるのは1820年代だが、この時も完成には至らなかった。アングルが、泉の制作を開始するのはちょうどこの頃である。両作品の女性像のポーズは近い関係にあり、アングルが、 泉の着想を得た背景の一つに本作品の存在が指摘されている。アングルが1820年から1856年にかけて制作した泉パリ、オルセイ美術館所蔵。コンデ美術館があるシャンティー城。アングルが再び制作を再開したのは銀行家、博物学者のジュール・ポール・バンジャマン・ドゥルセールに、 作品の完成を求められたことがきっかけである。こうして海から上がるヴィーナスは途中の中断期を合わせて40年の歳月が費やされ最終的に1848年に完成した。そのため画面には1808年と1848年の2つの日付が記されている。本作品のヴィーナスのコントラポスト及び紙をつかむポーズは 泉の左肩に水亀を担ぐ、女性像のそれとよく似ており、前述の黒チョークの修作素描では、左手のポーズを模索した素描の中に、泉により、近いものを見つけることもできる。水亀を持たせるという発想の由来については彫刻家、建築家、ジャングージョーンによるイノさんの泉のレリーフ彫刻、あるいはシュリーヤカタのレリーフ彫刻との関連が指摘されている。 1848年に完成した海から上がるヴィーナスだったが、バンジャマン・ドゥルセールは、ヴィーナスの膝が不自然だと感じたことを理由に絵画を受け取らなかった。その代わりに同年、ルーブル美術館のキュレーターであり美術コレクターでも、あったフレデリック・ライゼットが本作品を購入している。その後、海から上がるヴィーナスは1855年のパリ。 万国博覧会に出品され、さらに1879年に、オマール公、アンリ・ドルレアンによって購入された。この人物は名付け親であったコンデ公、ルイ六世、アンリの莫大な遺産を相続しており、1884年に所有するシャンティ城とその所領及び収集した美術品をフランス学士院に寄贈して、コンデ美術館を創設した。以来、 海から上がるヴィーナスはコンデー美術館に所蔵されており、アングルの自画像、ドボーセプ人の肖像、アンティオコスト・ストラトニケなどの絵画と共に展示されている。本作品を見た詩人テオフィル・コーティエは、アペレスの海から上がるヴィーナスが再び世に現れたと称賛した。また本作品は、テオドール・シャセリオー、ウィリアム・アドルフ・ブグローなどの画家に影響を与えた。 顕著な例として、アングルの弟子やモリー・デュバルが挙げられる。デュバルは1862年に制作した絵画、ビーナスの誕生において、本作品の構図を左右反転させて描いている。ありがとうございます。